こんにちは。今日はボッチザロック結束バンドのアルバムに対するリスナーさんの反応を見たいと思います。チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いします。それではどうぞ。結束バンドの最高傑作曲、何が悪い、忘れてやらない、フラッシュバッカー、異論ある、基本中の基本、青春コンプレックスだろ。青春コンプレックスのギターリフめちゃ好きなんだけどな。オープニングだから聴きすぎて他の曲より少し飽きてきたのはあるけど、やっぱり一番最初に聴いた曲だから青春コンプレックスに帰ってくる。一人ぼっち東京定期、一人ぼっち東京だけ正直微妙やろ、飛ばしてしまうわ。スルメ曲やぞ、5回聴いて気に入らんかったら10回聴け。めっちゃ好きなんやが、エモさを感じ取れ。一人ぼっち東京、横浜住み、東京の高校に通っているのでセーフ。ひとりぼっち東京へやろ、3位以内には入るぞ。ひとりぼっち東京が不人気、ダントツで一番好きなんだが。一番はディストーションに決まってるやろ。なんでディストーション人気ないの、どうしてや。キララアニメ好きには人気高そう。前も好き。正直ディストーションはフルよりもテレビバージョンの方がいいと思うわ。自分自身一番好きとは言えないが、秘密基地誰もあげないの悲しい。秘密基地かし可愛いのにかっこいい曲に合ってて相乗効果生んでるな。ひいき目なしにギターと孤独と青い惑星、ギターと孤独と青い星が上がってないとか、ゴアノアの曲でバズったようなもんなのに。配信でも正直一番売れたよな。映像込みならいいんだがな、曲単独だと他には劣る。異論は受け付ける。ギターと孤独はあまりに聴きすぎて目新しさがなくなってしまった。基本ラブソングが歌えない、ここまで言及ゼロ。ラブソングも好きだけど他が良すぎるんよ。あのバンド定期、あのバンドはリピートしまくってる。フォーロック好きとしてはあのバンドは外せないな。ライブで聴くならあのバンドだな。ゴリゴリ攻撃的なのがいい。あのバンドはボッチのギターソロから始まるバージョンも欲しい。あのバンドのギターのオラつきっぷりが良き。カラカラ定期、カラカラのあのイントロからのいいメロダイスコー。ナンジーのカラカラ好きの多さは以上。カラカラは話が動き出してからのメインエンディングだから人気高いやろ。カラカラ初めて聞いた時は微妙やなって思ったけど、聞いてるうちに完全に中毒になったわ。すごい癖になるんよな。フルのイントロとアウトロが良すぎるわ。ここだとカラカラ人気だけど、公式の上げてる動画だと一番再生数少ないのカラカラなんだよな。カラカラはフルで聞くべきやわ。エンディングバージョンやと中途半端すぎてな。カラカラと替え歌だ金欠を歌った曲。カラカラの人気すごいな。これ山田が歌ってんだよね。ということは山田が一番人気？カラカラは曲の構成が一番おしゃれだからだろうね。これ言っとけば通りブレる。カラカラは山田の曲だから原作読んでるかどうかで評価変わりそう。バンドっぽくはないけど、カラカラが一番アーティストっぽくはある。ボッチが一番書きそうな歌詞は小さな海なんだよな。小さい海だろ。劇中では使われなかったが一番好きだわ。何が悪い好き？何が悪いがいいだろ。それを選んで何が悪い？8は補正もあって何が悪いが一番。忘れてやらないのは時間っぽさが好き。ボッチ節全開の忘れてやらないやぞ。忘れてやらないの北ちゃんの首振りが好き。忘れてやらないも良いんだが、星座になれたらのインパクトに負けるんだよな。忘れてやらないからの星座になれたらの流れ好き。やっぱ星座になれたらよ。イントロが神。確かに星座になれたらは殿堂入りしたわ。星座になれたら確定な。ただでさえいい曲なのに、ボキタソングとしても最高。なんで星座になれたらが人気なんや。ボッチ節が足りないわ。ボキタ要素やろ。エモエモのエモすぎる星座になれたらがやっぱり一番。フラッシュバッカーがあるからいいよ。フラッシュバッカーって最終回のやつ？それ転がるいはちゃうんか。フラッシュバッカーは本 PV のやつ。フラッシュバッカーは頭に残るマジで。フラッシュバッカーからの転がる岩の流れがいいんよ。好き嫌いは別として、フラッシュバッカーは格が段違い。フラッシュバッカーは文化祭3曲目で演じる予定だった曲って感じがなおさら良いよね。フラッシュバッカーはどう頑張っても女子高生には作れない。メロディも作詞もプロすぎる。正直曲は転がる岩が一番良かった。時点でギターと孤独選ぶの難しいが、一番聴いてるのなら転がる岩。君に朝が降るだな。アジカンの名曲あげても仕方ないけど、あれ聴いてアジカン聴き直したわ。他の曲も好きなんだけど、転がる岩を聴いてしまうと曲の完成度の高さに引っ張られて一番頭の中でループする。アルバム買ってから曲単体で聴いてない気がするわ。曲順がいいからアルバム通して聴いてる。作品内の話としてだけど、これだけ作詞作曲できる両ぼっちってすごくね。特に両スタッフが張り切ったせいで両超人になってるのくさ。
まあその2人は作詞作曲抜きでもガチ天才やろうし、作詞家はバラバラなのに後藤一人が作詞したっていう設定縛りがあるからいい感じの統一感があるのがいいんだよな。作品に合わせて作詞させてるのが強いわ。タイアップ曲じゃこうはいかないからな。有能な作詞作曲者が多すぎてどうやって集めたのか気になるわ。キタちゃんミズ愉快な仲間たちバンドだよね。もキタちゃんが優秀すぎた。天才僕全部名曲だぞ。以上まとめでした。ここから個人的感想です。全部良い曲というベタな前提はとりあえず置いといて、私はやっぱり星座になれたらが一番聞いてますね。最終回補正といいますか、ポップ感マシマシなのに歌詞と曲調にあふれる哀愁感がたまらないといいますか、過去の動画の私はボキタ最高言いまくってるのでそれもあるからかな。アルバムで初でされた曲ではフラッシュバッカーがダントツで良いです。歌詞の表現力がすごい、もはやプロの領域なのがわかる。それから流れるぼっちちゃんボーカルのアジカン名曲、転がる岩、君に朝が降るで締める、この3曲の流れがたまんないですね。虹かちゃん好きというのもありますが、優しい歌声と曲調な何が悪いも好きですね。しかしほとんどの曲のボーカルがキタちゃんだから、実際一番仕事してるのキタちゃんの中の人ですね。主人公なのにボーカルが1曲しかない、しかもカバーな。アニメアルバムも珍しいな。あとヒロイさんのバンド宿泊の私だけ幽霊も早く全部聞かせろ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。